ここまで、来れば、化け物も追いかけてこないだろう。ヒロシとはぐれちまった。どうして、こんなことに。そうだ、俺たちは、ただ流行から帰ってただけじゃないか。そうだ、俺は船酔いであの時。ケシ、タケシ、タケシ、うわっ、よかった、気がついたか。気分が悪くてうなされてたみたいだ。脅かさないでよね。悪い。あれ、ヒロシは。さあ、トイレでも行ってるんじゃない？そうか、俺もちょっと外の空気を吸ってくるよ。船酔いしてるんだから気をつけろよ。ああ。ということで皆さん、こんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。なんと、青鬼3、たけし編やっていきたいと思います。まあちょっとね、正直ね、バグが治るまで待とうかなとは思ってたんですけども、まあどうやらちょっと運営さんがあんまし直す気ないらしいので、このままやっていきたいと思います。個人的にもちょっとやりたいって思いまして、またやります。いきますよ。何、怪しい雲が出てきた。嵐かもしれん。すぐに操縦室に戻らねば。船長さんと船員さん、何かあったのか。慌てて操縦室に向かっていったな。オッケー、じゃあここでヒロシどうだ。ヒロシどうしたんだよ。ぼーっとした顔で独り言話して。俺に気づいてない。ヒロシも船酔いか。ということで、外の空気を渡りに行くって言ってたんだけど、これでいいかな。たけし、これで拓郎と。たけし、大丈夫なの？あれ、そういえば、ヒロシはどうしたんだ？そういえば、まだいないわね。トイレでも行ってるんじゃないかしら。あ、ヒロシが戻ってきたぞ。ヒロシ、どこ行ってたの？たけしの船酔い、まだ治らないみたい。俺は、だいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。なんだか揺れがひどくなってきたわね。確かに、なんだ当てた。船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。気持ち悪い。怖いよ、タクロ。大丈夫かな。もう一回、すぐやぶさ。高波だ。うわー、乗ってた船が沈没したんだよな。なんとか俺は生きてて、その後病院でヒロシと合流できたんだ。それなのに焼却炉であの化け物に。ヒロシ無事だろうか。化け物がまだ追ってきてる。ガタガタガタ。ういということで、こっからたけしがダッシュして逃げ切るというところからですね。さあ、6、いきなり暗号が出てきましたね。これは何だい？見ないよ。うわー、すごいところに出てきた。おー、早速、これでも隠れるところがないぞ。大丈夫か？早い。あ、鬼さん、早いよ。待ってくれよ、たけしの。ここで華麗なステップをたけしも見せるか。さあ、行くぞ。来い、かかってこい。こっからね、青鬼はちょっとワンテンポ遅れてー。たけし、また最初からでございます。